さあ、皆さん、京都産業大学行ってみたいと思います。本日の英文法の全体図はこちら。4択文法15問。ただ皆さん、これちょっと全部やってるとですね、視聴時間がめっちゃ長くなったりですね、皆さんご覧いただけないので、最初の話も行ってみたいと思います。で、その中で皆さん出てくる大事な情報は、授業の最後にまとめますからね。ですので、皆さんは解く。そして解説を聞く。そこに専念していただけるとよろしいかと思います。ということで、頑張っていきましょう。では皆さん、説明の指示の一読をお願いします。では皆さん、問いの A をお願いします。さあ皆さん、これは空所の左側、はずとつながらなさそうなもの見つかりますよね。もちろん3番、4番、×ですよね。で、選択肢の1番、2番であれば、現在完了形ということで問題ないかと思います。で、トメさん、ちょっと話変わりますので、色を分けさせてくださいね。さあ皆さん、選択肢の1番、2番ですが、皆さん、リブと言われたら、自動詞、他動詞、大丈夫そうですね。もちろん、リブと来たら、皆さん、この空詞の右側にある通り、前置詞を伴いますよね。ですから、自動詞。で、もちろん、自動詞は、これですね。受動体にすることはできませんからね。あくまでも受動体にできるのは他動詞でございます。ですから正解は2番ですよね。そして皆さん次の四角の33番ですが、皆さん空所の右側に名詞がおりますので、選択肢の1番と3番がダメですよね。で、もちろん品詞は両者とも副詞でございますので、名詞にかけることはできないですね。で、あとめさん選択肢の2番と4番ですが、もちろんヒントは空詞の右側の Hire という所有格ですよね。で、皆さん授業の最後にまとめますが、こういう感じで所有格を伴って使えるものは選択肢の4番ですよね。Most of の後ろであれば所有格プラス名詞 OK でございます。ですから正解は2番と4番でよろしいかと思います。さあ、続いて問いの B をお願いします。さあ、皆さん、これは空所の左側の文型を確認していただけると、SVC になってますね。つまり、第二文型で、ここで文型が完結しております。ということで、皆さん、空所のところから、皆さん、M になりますよね。つまり、就職後。で、もちろん、就職後 M と言われたら、選択肢の1番のように、前置詞プラス名詞ですよね。ですが、皆さん、選択肢の2番、just one という名詞の左側に前置詞がないですね。で、同じような理由で選択肢の3番もそうですね。only you という名詞の左側に前置詞がございませんと。で、皆さん、選択肢の4番、stay 動詞がございますが、これ空所の左側にすでに動詞がいますね。ですから、もし4番を選んでしまうと、この文章中動詞が2つ。そうすると、動詞と動詞をつなぐ接続詞が1個必要ですね。ですが、皆さん、この文章中接続詞、もしくは関係詞は存在しておりませんので、これ以上動詞を増やすわけにはいかないですね。ですから、先ほど検討した、まず1番が正解ですね。さあ、次は空欄35番でございます。皆さん、空所の左側に if という接続詞がございますので、皆さん、選択肢の2番と4番、動詞をつなげたければ、当然、主語が必要ですよね。ですが、見ての通り、主語はないので、2番、4番、×。皆さん、あとは思い出していただけるとよろしいかと思いますが、皆さん、if の右側に、選択肢1番だったら形容詞、選択肢の3番だったら副詞、どっちが置けましたかと言われたら、もちろん形容詞の1番ですよね。皆さん、if の右側に形容詞をいきなり置けるんですが、間に it, is。それの省略が起こりましたからね。ですから正解は1番と1番ということでよろしいかと思います。で、皆さん、問いの C をお願いします。さあ皆さん、これ空所の前後に動詞が1つずついますよね。つまり動詞は合計2つ。で、もちろんそうなってくると動詞と動詞をつなぐ接続詞、もしくは関係詞が必要ですよね。ですから接続詞関係詞ではない2番と3番削りますね。で、あとは選択肢の1番と4番ですが、
選択肢4番 The way は接続詞、うにゃうにゃする方法ですね。で、そうなってくると皆さん空詞の右がいきなり動詞の原型でございますので、The way の右側に主語が必要ですよね。ですが、それがないので、4番×で、選択肢の1番 How to であれば、右側に動詞の原型を置けましたね。ですから、1番が正解ということでよろしいかと思います。で、続いて空欄37番ですが、これもさ、空詞の左側の Enjoy、これの後ろに置けるものと言われたら、これは一発で ING ですよね。皆さんご存知かと思いますが、enjoy の後ろは ing。他には finish の後ろは ing。give up の後ろは ing。あの動名詞の項目であったお話でございます。ですから正解は1番、3番ということでよろしいかと思います。で、皆さん問いの D をお願いします。さあ皆さん、これ空詞の右側に going, ing がくっついております。で、その ing とうまくいかないものは、選択肢の2番ですよね。like to の後ろは動詞の原型でございます。ですから、まず2番がダメですね。そして皆さん、選択肢の3番、same の左側には the が必要ですからね。そして皆さん、4番も similar ときたら後ろ to ですよね。ですから正解は1番ですね。as が2つございますので比較になってるんですね。ですから皆さん、文と watching television、 テレビを見ることと映画に行くことですね。それが大体同じぐらいいいですよねと。で、そういう内容を踏まえてこの空欄39番ですね。で、皆さん同じぐらいの価値と言っといて、空所39番の右側は It may even be better、それの方が一層いいかもしれませんね。Because なぜなら You can change channels. If you get bored, 退屈になったらチャンネルを変えれますからね。ですから皆さん、前半はテレビと映画がほぼ同じと言っときながら、いやいや、でもテレビの方がいいですよねと。その内容上合うものを選んでいただけるとよろしいかと思います。で、まず選択肢の2番 by chance。これはまさに偶然にという意味ですね。そして選択肢の3番 nevertheless、 それにもかかわらず。で、4番 therefore、 それゆえ。皆さん2番、3番、4番、どれを選んでいただいても意味内容上不適切ですね。で、皆さん選択肢の1番 actually であれば意味内容上バッチリいけそうですね。テレビを見ることと映画に行くことはほぼほぼ同じなんですが、 actually、 実際にはテレビを見ることの方がいいかもしれませんよね。なぜならチャンネル変えれますからね。ということで意味内容上バッチリでございます。ですから正解は1番、1番ということでよろしいかと思います。さあ皆さん、お疲れ様でございました。先ほど出てきた情報の中で次につながる情報ですね、まとめていきたいと思います。まずは1番目、受動態や過去分詞に、できるのは他動詞、できないのは自動詞ですね。ただ皆さん、その理屈をご存じない方、それに関する解説動画はすでに存在しておりますので、それのリンク先は概要欄に貼っ付けておきますからね。もしこの後お時間よろしければご視聴いただいてもよろしいかと思います。そして2番目、most と almost、形容詞と副詞の違いは大丈夫ですか。そして3番目、most などの数量を示す形容詞の後ろ、有名なのは名詞かと思います。まあ、例えば most people。ただ今回は胃の方ですね。of the 名詞が問われてました。ただ皆さん、ザーのところですね。皆さん、ザーってのは特定できるものでございますので、所有格のように特定できる表現、それと置き換えることもできますからね。で、今日の問題はそれが問われておりました。そして4番目、動詞の数と接続詞関係詞の数。これの関係性ですね。まあ、先ほど動詞が2つあったら、接続詞関係詞は1つ必要ですよ。その原則何回か使いましたか？そのあたりの理屈が分かってない方ですね。後で解説動画ご覧ください。そして5番目、if it is。先ほど皆さん、necessary が問われてましたね。ただ皆さん、it is の部分は省略 OK なので、if の直後にいきなり形容詞が来ても大丈夫ですからね。そして皆さん、necessary ともう一つ、if possible。このあたりも有名ですね。可能であればって感じでいいかと思います。そして6番目、the way。皆さん、後ろは SV 来てますよ。ですから、接続詞という意識を持っておいた方がよろしいかと思います。そして7番目、enjoy の後ろは ing が来ましたね。もちろんこれは mind の後ろは ing。もしくは give up の後ろは ing。これと同じ理屈でございますので、そのあたりがパッパパって言えない方はこちらでございます。解説動画はございますからね。そして8番目。皆さん、same は単独で使用できませんからね。
そしてシミラーの右側は to でしたね。そして9番目 by chance、 偶然という意味の熟語でございました。とりあえずこの後10番目11番目と続けたいんですが、そのためにもちょっとホワイトボード消す必要性がございます。とりあえず改めてご覧になっていただいてですね、もし知らないところがございましたらこの後ノートを取っていただけるとよろしいかと思います。ということで一旦消させてください。すみません、先ほどの続きでございます。テメさんが先ほど解いていただいた問題4題ですが、時間の都合上扱えなかった問題の中で出てきた大事な情報、それをまとめていきたいと思います。さあ10番目、語順に注意。皆さん、サッチの後ろとソウの後ろと言われたら、これが一瞬で言えるといいですね。冠詞プラス形容詞プラス名詞で、一方ソウの後ろは形容詞が左側に移動しますからね。で、11番目アップトゥという熟語、うんたらかんたら次第という意味がありましたね。そして12番目、ティルアンティルとバイの違い。ティルアンティルはずっとという継続を表すんですね。そしてバイは遅くともうにゃうにゃまで、期限を示しましたね。そして13番目、デスパイトと来たら前置詞でうにゃうにゃにもかかわらず。そして14番目と言ってることは同じですよね。Regardless of。 そして15番目、Even though、 接続詞でうにゃうにゃだが。そして16番目、Relax と来たら感情を示す表現のため、現在分詞か過去分詞がよく問われますよね。で、もちろんその基準は主語、現在分詞にする場合は感情の原因が主語に置いてあったはずです。そして過去分詞にする場合は主語が感情を抱く人間になっていたはずでございます。サブさん、改めてご覧になっていただいてですね、もし知らない情報ございましたらこの後の音を取っていただいて、で、ノート取った後はこれですよね。赤シートで隠してスラスラ言える、そこを頑張っていただけると嬉しいかと思います。ということで、参考になさってください。